事件、大事件は前触れなしにやってくる。私、鹿島市女子大に通う普通の可愛い大学4年生。趣味はズバリ野球。これでも歴史とした。鹿島市女子硬式野球部のキャプテンなのだ。そして野球バカ、キャプテン。そんな私の楽しみはもちろん獅子16大学リーグ観戦。私も憧れの王子様たちと憧れの神宮球場のグラウンドで野球してみたい。ああ、リーグに加盟している大学に行きたかった。でも時すでに遅し。そんな大学生活に突然9回裏満塁のチャンス。なんと生徒数減少のため鹿島市女子大がいきなり合併。相手は超お金持ちのお坊ちゃま、お嬢ちゃまが通う白原学園大学。キャー、玉の輿と喜んでる場合じゃない。なんと白原学園大学は獅子16大学リーグの加盟校。最下位が指定席だけど、これは神様が与えてくれた最後のチャンスかも。野球部のマネージャーになれば最後の秋季リーグを体験できる。あ、どうも。私は思わず野球部の扉を叩いたっていう始まり方らしいですね、これ。女の子来た。私野球部に入りたいです。今頃入部希望？そこかよ。女の子ってことには驚かないのがこいつ。君、柏市女子の人だな。はい、そうです。失礼ですが野球部の方ですよね。もちろん。あまりにもイメージと違ったから。え、いえいえ、こっち話、思ってた王子様とイメージが違うが、これじゃつるんとして卵様だわ。そういや俺あれだったわ、あの朝飯卵パンだったわ。僕、外野手の勅使河原、よろしく。よろしく。こんな芋侍とは付き合えんわ、俺は。お前マジでこんな可愛い子お前と付き合えると思うのよ。キャプテン辞めちゃったんだよね。カールリーグも全敗でみんな嫌になったみたい。あははは。みんなキャプテンやりたがらなくてさ、なんなら君キャプテンやっちゃう？私マネージャー希望なんです。もうこれ終わりじゃん、ここで終わりじゃん。野球やらないよ、時間ください、考えます。え、いやー、わかったわ、やるわ。え、いやー、え、いやー、あ、やっぱり、まあ、試合に出ないからいいんだけど。え、どういうこと？実は野手が9人いないんだよ。リーグ戦は DH だから最低9人いるからね。はははは。笑い事じゃない。6大学リーグ出場の私の夢が。もうこうだったら私が今日からキャプテンするわ。いいではね。え、あ、うん、勢いに負けてしまった。もちろんやるからには恥ずかしい試合はしないわよ。なんだか燃えてきた。というわけで、手を貸して一緒の願い。もう、この年何回目の一緒の願い。そう言わずにさ、ナッチ。うわ、やばいやばい。女の子っぽいね。なんかこういう愛称で呼ぶの。ナッチだって。本名はナッツのひまわり。貸し女野球部の元エースで親友だって。どうせ女子リーグも終わって暇なんでしょ。やるしかねえべさ、こみえは一度言い出したら気がねえもん。なんだこの喋り方。サンキューやべっち。やべっち本名はやべたか。貸し女野球部の、元外野手で親友。しょうがないわね。ありがとう、この恩は一生忘れないよ。こうして人数不足という不安を残しつつ、こみえキャプテン率いる指導班鹿島市学園野球部が誕生した。あと30日。てかこの後すぐ試合が始まるのか。チーム愛03。これなんだっけな、どういう意味なんだっけ。まあ高いことに越したことはないよな。ビーボーすっぴんだって。パッ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 。とりあえず仲間集めないとこれやばいんだよな。確か勅使河原と一緒に練習しますわ。あ、練習するとチーム愛が高まるのか。野球部っておらたち入れてたったの6人しかいないのけ。てへっ、嘘、超やばいじゃん。リーグは DH制だから野手が最低9人は必要よ。勧誘頑張るっきゃないね。
でもほとんどの部員が逃げ出す沈没船みたいな部に入ってる人って入ってくれる人っているかな。あ、前から歩いてくるのってひょっとして王子の会のメンバーじゃねえべか。うわ、なんだこいつら。王子の会？あんたそんなことも知らないの？王子の会、正しくは白原かしばし学園大学、学生会、大学を学生自らが自治運営する団体。特にトップス、トップ3人は学園のアイドルだべ。いいよ、いちいち見せなくて。これ美化しすぎだろ。やっぱなんか女の子みてえだな、こうして見ると。星空くんか、星空くん。はい、学生会初期長、通称黄色いバラ。あ、だけどこの中で付き合いたいってなったらね、大病院の息子で大金持ち、頭脳明晰、首席で卒業間違いなしだべ。こいつ大病院の息子らしいぞ。あ、それ聞いたことある。真ん中の、背の高いのは国受信、学生会クラブ長、通称黒いバラ。石油王の王子で大金持ち。なんでこんなやつが日本にいるんだよ。元高校野球児で甲子園の人気者だべ。一応実績あんのな。そして左が鈴風ホープ、学生会会長、通称赤いバラ。日本画の、巨匠鈴風雷雲の息子、もちろん大金持ち。そして今人気のご子息隊のボーカルだべ。だって私たちを住む世界が違うわね。まさに王子様だわ。ああ、そう、だから別名王子の会。私生で初めて見た。ちょっと待って、まあ今はねコロナ禍だから、まあアイドルたちも通学してるってのはないんじゃないですかね。なんだかいい香りがした。あ、ハンカチ落としましたよ。え、斎藤佑樹かなこれ。うわ、出た。これは失敬。そしてサンキュー、君との出会いを作ってくれたハンカチにも感謝しなくっちゃね。鈴川さん、急げ、見つかったようだ。オーライ、すまないが失礼するよ。危険だべ、道の脇に避難するべ。いや、鈴草さん、星様、神様、誠かな、あれ誠でしたっけ。うー、すごい人気ね。もう少しでペラペラのぺちゃんこになるところだったわ。ひらめいた、おいら、オラにいい考えがあるだ。あの王子様たちを野球部に入れるべ。なるほど、彼らが入部すれば注目されて入部希望者がいっぱい来るかも。賢いやべっち。それに部費も援助してくれるかもしれねえだ。キャッキャッキャッ。無理じゃない。大丈夫、作戦があるんだべ。惚れさせて入部させる。女の武器は色気だべ。男なんて単純なもんだべ。キャッキャッキャッ。で、誰がやるのよ。私はそういうのパス。俺は作戦三方だべ。私頼んだ、キャプテン。野球部の未来はあんたに任した。でも男の気持ちをつかむには華やかさがちっと足りないわね。あんたにだけは言われたくないよ。すまん。あ、まずは、おしゃれさして可愛さ磨かねえと。あはは、そういうの苦手なんだよね。いつもすっぴんだし。私もいつもすっぴんだ。あはは。あー、情けないや。花の女子大生だべ。俺らのようにいつもビシッとフルメイクしなくちゃ。お前はフルメイクしたところでそんな変わんねえだろ。気がつかなかった。幸い、コウメイちゃんは改良の余地がたんまりあるから、男なんて一コロリンだべ。改良の余地喜んでいいのか。でもそんなんで入部希望者増えるかな。心配するなって、いざとなればポスター貼りまくって、嘘無造集めりゃいいべ。よし、女は度胸、頑張るぞ。おしゃれコマンド。あ、だから美貌とかがあったのか。オッケーオッケー。セーブして続ける。よっしゃ。ちょっとね、やっぱモテるにはね、女の気持ちっていうのもね、理解しないとね。うん、本当にな。俺はもしかしたらね、童貞にはうってつけのゲームかもしれない。あ、この服かわいい。女は色気だべ。夏野ちゃん、夏野ちゃんより俺の方がかわいくない？これリボンつけてる俺。あの服もこの服もかわいかったな。私にはちょっと手が届きそうにない値段だったけど。そうだ、バイトよ。どうして今まで気づかなかったんだろう。大学生だし自分で稼がないとね。出かけるコマンド。
めんどくせえなこれ。勧誘とおしゃれだとか出かけるとかいろいろあるんだな。1ヶ月ぐらいしたらもう試合が始まるみたいだ。ちょっと勧誘してみるか。実はあなたの力がどうしても野球部に私に必要なんです。力を貸してください。それって野球部に僕を勧誘してるってこと？はい、熱烈に勧誘してます。勧誘交渉開始。お断りする。うわ、即決させられたわてか普通にダメって言われたわ。うん、断られた。あら、あっさり。じゃあ失礼。ここで諦めちゃダメよ、ガンバ小宮。ちょっと待って、訳を聞かせてください。訳は単純さ。僕は美しいものにこだわりがある。自覚に言うと美しくないものには興味がないんだ。なんだと、この俺が美しくないだと。この可愛いリボン、そしてねえ可愛い髪、髪色、そしてまぶたといいね、この美肌、どこが美しくないって言うんだよ。どういうことかしら。それって私が美しくないってこと？見たところ君は磨けば光る原石、光る君を見てみたい、それだけさ。分かったわ、キラキラに輝いてあなたを野球部に迎えるわ。今日のところは出直してきます。また来るの？来ます、私しつこい女ですから。それじゃ近い道にまた会いましょうね。野球部が僕に一体何の用ですか？実はあなたの力がどうしても野球部に私に必要なんです。力を貸してください。なんだ、野球部の勧誘か。てっきりいつものデートの申し込みかと思ったよ。いえ、デートはまた今度。今日は熱烈に勧誘してます。交渉開始。君のお願いには応じられないな。うわ、最悪なんだけど、決裂した。あら、あっさり。ごめんね。ちょっと待って、訳を聞かせてください。可愛くて人が集まるような魅力あるこの頼みなら断れないな。お前可愛いだろうが十分。問題点しかと受けたまりました。今日のところは出直してきます。また来るの？来ます。水虫のようにしつこい女ですから水虫のようにっていう、ちょっとよくわかんないけど、はい、まあ、しつこい女なんですよ。マジかよ。ちょっとまた失敗したんだけど、はは。それじゃあ近いうちにまた会いましょうね。実はあなたの力がどうしても野球部に私に必要なんです。力を貸してください。もしかして勧誘してるのか、この俺を。はい、熱烈に勧誘してます。交渉開始。はははは、は、やなこった、決裂あら、あっさり。ここで諦めちゃダメよ、ガンバ小宮。ちょっと待って、訳を聞かせてください。すげえやつだな。俺は野球をやらねえと決めてんだ。メンバーがお互いを尊敬し合う熱い関係でなければ俺は興味ないね。熱い関係、チーム員の愛ですね。ともかく俺は忙しいんだ。早く立ち去らないと俺にいけない恋をするぜなかなか、なんかあれだなちょっとなんかあれだな、痛いキャラクターだなこいつ分かったわ、今日のところは出直してきます。告示ね。諦めないのかよ。諦めません。しこたま食堂のとんかつ定食よりくどくてしつこい女ですから。とんかつ女か。それじゃあ近いうちにまた会いましょうね。こいつも仲間になってくれなかったんだけど、まあまだ条件満たしてないってのがあると思うんですけど。緊張した。お互いを尊敬し合うチーム愛があればってことね。そんなの簡単じゃないわよ。あれ、もうこんな時間か。うわー、どうすりゃいいのこれ。ふふふ、あう、靴ひもは切れた。なんてことだとりあえず靴ひもも買ってこなきゃ。なんか運がちょっぴり下がったし。いよいよ明日から大学リーグが開始ね。いよいよだべ。いよいよだよね。てかさ、ちょっと待って、俺結局部員9人集まんなかったんだけど。そう、これ野球できんの？大丈夫だの？始まるっつっても、よし、今までの努力でつけた力を発揮するぞ。あ、なんかどうやらやるみたいですけどね。今までの練習ハテナで果たして本当に強くなったのか、成果は明日かなの。明日からの試合で証明されるだって。試合やるのかな。はい。はあ、どうした？人数不足じゃ仕方ないだべ。まあそうなるわな。出場辞退するしかないわね。もっと一生懸命勧誘しとけばよかった。もしかしてゲームオーバー？マジか
忘年3月晴れ、白原柏市学園大学野球部グラウンド。そういえばこのグラウンドで毎日白球を追いかけていたわね。もうずいぶん前のような気がする。憧れの神宮球場のグラウンドで野球をするという夢は叶わなかった。あそこでああしていたらと思わないこともないが、野球にも人生にももしもは禁句だ。もし過去の自分にアドバイスできるなら声を大にして言いたい。勧誘を怠るな。リーグ戦に出場するには野手が9人以上必要だ。忘れるな。俺にもう少し美貌人望、これらがあればまた違かったのかもしんない。そして何より野球に対する情熱があれば。終わった。